オーケー、ウェイ。はい、どうも。ネクストレベル配信所グループリーダー、ロシェルです。はい、前回引き続き私、ロシェ、ステップニワトリでやっていきまーす。自己紹介を。ステファニー、自己紹介。ステップ、自己紹介。はい、ステップです。スピードワゴンです。はい、ニワちゃん、どうぞ。兄貴いねえな。ね、カスタムテーマがファイナルファンタジーになってるんですが、気にしないでください。単純についにファイナルファンタジーが対応しましたっていうアップデートで、俺がほぼ毎日のごとくね、いつになったらアップデート来るんですかっていうクレーマーのごとくコメント入れ続けてたから。木材ガンガンあれだなぁ。やっぱ道具はなんもねえから辛いなぁ。辛い。すごいよなぁ。あ、ヒルされてみっか、ヒル。次に大体20分、25分ぐらいかなぐらいの動画にしていきまーす。まぁ、少し前からそれぐらいを目安にやらせていただいております。クモの巣を発見したー。これを最後に彼を見た者はいないのであった。ノコギリダイとハタオリティが必要なのかも。なんで俺ロープ持ってんだ。おつまいくれる。待ってよ、待って待って。死んだか。死にかけました。なんで死んでないのか。いや、本当にあと 数回暮らしてたら砂に埋まれて死んでた。砂に埋もれて死んでた。あれだな、待って、この土にかきスライムが落ちた。後に打ち即死ですな。さあ、スライムたちよ。この、私が作った穴に落ちるのだ。それはできない。お前が死ぬんだ。死ねえ、ステップ。よし、みんな埋まってくれてありがとう。キングクリムゾン。さて、スライムブロックで窒息死させてあげよう。あれよ、窒息死すんのお前だぞ、多分。キングクリムゾンで結果だけが残るから。キングクリムゾンってさ、盾を飛ばす能力だっけ。キングクリムゾンあれの能力よく分かってないんだよね。時間を飛ばす能力なのか、どっちにしろあんま使えない能力な気がしてきた。シェアハートアタックに資格はない。いやー、名言ですわ。ちょっと待って、これは装備して。装備にしてなかなかいいサボテンを見てた。そうか、最初は家どんどん建築しちゃった方がいいんかな。どんどん建物。俺は基本防具とか積んでる。ああ、でもそうだね。防具も必要だからね。意外にステップがジョジョ知ってて笑ったんだけど。つっても俺もジョジョ最近なんだよな、編み出したの。最近なんだ。最近だよ、最近。これは伝説の巨大樹じゃないか。これ何のブロックだ。アメジストか。アメジストってなんだっけ。あー、引っ張りフック作れるんだっけ。アメジストは宝石は魔法の杖を作れることができる。あー、あれ魔法の杖も作れたっけ。一応作れるよ。全然覚えてねえや。引っ張りフックっていうイメージが強いからさ。あー、金。お、チェストあったなんか。あんま深く掘りすぎると出られなくなるかんな。ピッ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 、あっ、ステップスタンド出せない。スタンドは出せません。出せないの？大丈夫。出せませんよ。じゃ、試しにステップ打ってみるか。やめなさい。あの弓で撃ってみるか。うわぁ、ジャングルだ。スタンド使いになれるかもしれないよ。スタンド使いになったら、いじめられてると思う。覚えるスタンドあれでしょ。透明になるスタンドでしょ。怖いやつ、ずっと。あー、やっぱ序盤だ、強いな、ボットだった。ほら、なんかさ、いたじゃん、泣くと透明になる赤ちゃんが。
13? わかんねえ、俺もあんま記憶にねえ。あのスタンドでしょ、ステップのスタンド。透明になるんでしょ、泣くと。死神だ、ね、13パス死神だか。あれなんかさ、大、ジョー太郎のやつで出てくる、違う、ジョー太郎か、出てくるやつ。いや、あ、死ぬされた、こんなこと終わった。やばい、俺も死ぬ。天国に旅立った。あ、やばい、俺も死んだ。肉の塊になりました。嫌だわ。いや、くそ、私がスタンド使いだったら生きてたものを。いえ、左側か。あ、左、あ、ほんとだ。結構リスポーンポイントの近くに作ったつもりだったんだけどな。シェアハートアタックに資格はない。あ、デミガメからメッセージ届きました。なんだって。なんちょっとプレステリガちゃんがちょっと見てみますね。はーい。あ、待って待って、万が一スライムに壊されたらやばい、動画にはやばい。大丈夫、そこ今俺がいないから、その場映ってないから。じゃあ見てみますか、安心して。ちょっと、どうかな、お前チェストを置いてる場所悪すぎんだろ。おいおい、チェストのせいでドア閉まんねえぞ。どこに設置してんの。だってわらわらわらって耳紙に送られてきた。うん、何わらわらわら www って。あ、次に聞いてみるか、テラリアやんないって。何わらわらってきたんだろう。わかりません。ステップの存在わらってことかな。遠回しにディスってきたか。それともロセさんのスピードワゴンの話笑ってた。スピードワゴンの話。スピードワゴン財団。ステップワゴンだっけか。いやー、使うとなかなか上り下りに使えるロープ。あー、ロープの束。はいはいはい。どうするか。フレッシュウォールだっけ、違う、フレッシュウォール、ウォールフレッシュ、違うな、ウォールオブフレッシュ。ああ、ウォールオブフレッシュだっけ。通常の3日目。あのね、新鮮な壁。新鮮な壁を倒すまでを動画にしたいと思います。あのボタンを渡さないんだ。どういうことだよ。新鮮って。新鮮な壁、何、塗り壁ですか、日本妖怪ですか。冷静に考えるとすげえ名前だな。あれ、ちょっと待って、ハートってツルハシで取れたよね。ライフクリスタル、うん、あれハンマーに、なんかアップデートで変わんなかったっけ、取れるアイテムとか。レミガミの変身笑った理由は、お前の PS3 の自己紹介。あ、そりゃ笑われるわけだわ。何、私はトトシンだとかでも入れた。いやすよ、俺のプレス3の自己紹介はなんとグランちゃん大すごくとるよ。だってあいつはあれじゃん、レミリア推しやん。まあ私昨夜推しなんで関係ないんですけどね。レミガミが今だって、今テラリア。あ、そうなの、うん、いい、今じゃねえの。とりあえず今誘ってる。私はあの昨夜はあくまで崇める存在であって、あのこちやさないしとかそこら辺はもう、あーかわいいねふーんぐらいだから。まあババアでもゆかりはいけますから。もうなんならね、あれだから、もうババアだけど、あの、あの人もいけるから。あの人ってどの人だよっていう。あれ、サボテンで防具作りますか。サボテンの防具とか絶対着たくないよね、普通に考えて。あ、俺の墓がある。私は最初ね、ツルハシを優先します。名前が出てこないぞ。サボテン工房、ゆうか、ババアでもいけます、私は。ゆかりじゃなくて、ゆかりもババアだよね。まあ、可愛いよねっていう。シャメーマルは、もう割とありっていう。防具作るのにこんなに必要だっけ。こうね、久しぶりにプレイするとね、いろいろとね、衝撃を覚えるんだよね。楽
多分デミガミが、あ、待って、デミガミがフレアガンとかいらねえよ。何、花火でも撃てっていうのやったね。ダイナマイト大好き。ダメだよ、人の家に来たらダメだよ。ステップ家建てたら言って。あ、そうか、フレアガンってあれか、ライトになるんだ。デミガミが登場しました。マジでパーティー廃棄してよ今。ウィース、お久しぶりです。ただいま実況中です。わらわらわら、ハボテンソードをなめんな。トリマフレアガン刺しておいて、ここで工事をする。フレアガンもモーセって言ってきたんだ。フレアガンでダイナマイトを投げればいい気がする。いや、俺この装備でちょっとボロボロしてたらがっていこうかな。何やってんのステップくん、お元気？ What？ ステップくん、ん？何？お元気ですか？あなたレミガミくんですか？そうですよ。久しぶりですね。久しぶりです。早かったね、動画見るの。早かったですよ。俺昨日アップしたの2時過ぎだよ。レミガミくん、あの朝ぐらい気づきましたね。早いよ。風呂上がって出たら、あの携帯になんか新着通知ありって意味で、なんだろうって思ったらコメントあってびっくりしたわ。あれね、なんとびっくりすることに2が出てるんですよ、続きが。マジっすか。しかもなんかそれの新作で、なんだっけな、変身返しっていう、変換返しかっていうのもあってね、ちょっとやろうと思ってるんだよ。まあその新しいのは近々アップみたいな感じなんだけど。さあ、2日目の料理が来ます。さあ、私、洞窟にいるので分かりません。私はちょっと今、ジャーガン大地に戻って、動画で、多分ね、あんまステップ出てないから簡単に説明しますと、レミ君と、そのステップ君は、リアフレらしいです。え、いつも飲んでる。いや、もう、ねえ、もうレミガミ君殺したくなるね。まったくこんなイケボで。ところでさ、うん、結婚しだったらノーだぜ。早く入ってきたら。なんかいました、ステップくん。早く入ったらどうだ。ああ、そう。あの、レミガミ君を下をしたくてしょうがないんだって。君はちょっと対人モードだって切りたくてしょうがないんだ。あ、知ってた。最初からで行けばいいの。そうそうそう。はい、そう、出張日。出張日。前回オルテッドみたく、見た目スロットもなしだからね。あいつに、エミガミくんは、ほとんどいつも音声なんかの参加はないんですけど、マイクラなんかちょくちょく参加はしてもらっています。テスト発見！投げライフだ、咲山！何、最初から、最初から。いや、つれ、投げライフはいいじゃないか。ちょっと面白い髪型。これで咲山見てくる。投げれるぞ。面白い髪型にしていこう。ツーブロ？大丈夫、俺なんかもう全然。ツーブロで来る？女のツーブロで来るか。そう、なぜかね、うちの学校ね、元クラスメイトがワンブロだった。結構いい人数が。あー、急にぼっちなんだよな、俺。ぼっちだ、ぼっちだって言ってるけど、レミガミがいるからあれだろ、友達はいるんだろ。じゃあ、レミガミに質問し、何ですか？結婚してって言われるよ。なぜ俺ら二人はリアを揃っているのに、ベンっていう人物たちはいないんでしょうか？あ、え、何？何か言った？俺聞こえない。ちょっと怪我してる。ベンはなぜこのパーティーにいないんでしょうか？1、蹴られた。2、蹴られた。3、スピード後に殺された。財団にやられたのか？あ、わかったわかった。俺があの、あれだ、カッターナイフで切ったからだ。あれね、あれね。まあ、正解はね、あまりにもね、うるさくて断末魔をあげるもんで、俺がイラッとキックしたっていうのが正解なんだけど。そういうことか。ほんとね、朝っぱらからそこまで騒がれると偏頭痛がやべえ。ただでさえ俺偏頭痛持ちなのに。さあ、2日目の夜、キャラクター名、ブラッドムーンなしだった。そう、1日目にブラッドムーンとかマジ勘弁だからな。あ、そろそろベッド作れるかも。わーい、めっちゃ弱い。めっちゃ弱い。なんか、悟空みたいなの入ってきたぞ。あ、やばい。なんか、スーパーサイヤ人5だっけか。こんなんじゃなかったっけ。なんか、全身大地だぞ、こいつ。
黒タイツの赤髪の変態いるぞ。やったね、またナジナイフゲットした。もうタピアみたい。おー、なんだ、肉塊が飛んできたぞ。あら、かわいいゾンビ。お、俺はまだだ。ゲットした。これが後に言われる集団リンチである。スピードワゴン君、あとまあ、じゃあね、肉壁を倒すまでの動画とさせていただきます。まあ、パートはいくつまで続くんだろう。あんまり長編になると俺がだれるからな。まあ、とりあえずね、序盤はアイテムをとりあえず集めるところなんだよなっていう。まあ、余裕ができたらね、対人動画とかでもいいかなっていう。よし、巨人の宝箱を発見するぞ。なんとそこには幾多の夢と希望があったのであった。で、その中にあったのはジェルトロンのお面だった。ああ、ちょっとコミケ行ってこようかな、来週。葉っぱのワンド、舐めてんの。昨夜の同人誌の新しいのが出てたんだよな。ああ、霊体者行かなきゃ。ああ、てか腹痛えな。やべえな、拾い食いが今来た。あ、やべえ、やっちまった。霊体者行かなきゃ。ジェック君、霊体者行かないの。霊感隊、霊体者、県大会、霊体者、知らねえぞ。死んでこい。よくや、俺いまいちあんたの答えだから理解できません。ああ、バイオハザード、タイラントが俺を殺しに来た。誰か助けてくれ、殺される。格闘が欲しい。殺される。殺しやった。あんねえ。怖え。レミガミくん言うよ。私はね、今週なんで大会は。うるせえフラ。いや、まあ、私はあの作家推しなんで。で、なぜかここにいるね。ここにいるパーティーメンバー、あ、何や、公務官集結メンバーになってんだよね。まあ、私パチェさんでもいける口なんで。昨夜はあがめる、見た目すらくさっそくゲットったよ。あがめる存在が昨夜だって、あのめでる対象はパチュだから。パチュタン、はぁ、あ、はぁ、あ、おい、今年19になるんだぞ。こんなこと言って大丈夫かよ、社会的に。あー、わーい、ほんとこれ、わー、なんか神々しい北斗になっちゃった。あれだな、5年後とかこの動画を見て、なんでゾンビスピンオーラでこんなに無限に出てくんだよ。あ、生倉やん、これよく見たら。12、弱っ。マイナス12ダメージってクソじゃねえかこれ。今気づいた。さん、何、今ツルハシ作ったんですよ。うん、うちは伝説の木のツルハシになりました。でも伝説の木のツルハシってどういうことだよっていうね。俺たち伝説の没頭だったよ。なんで俺だけ生クラができてんだよ。わーい、木刀だー。やばい、するぞ。やばい、俺がキルされるぞ。もう一回、やべえ、サボテンでキルされたらやばい。サボテンでキルとか痛すぎんだろ、物理的に。悪魔の目玉3体卑怯だろ。今俺がいんのが、これ何してんのここで。地下トンネル作ろうとしてる。なんかハーリーがダメージしてる。うわー、なんか来た、なんか青い髪のやつが来た。来んな、ひどいな。あの、それ汚染物質田中角栄だからほっといてあげて。うわ、バケツかぶった。水入れ、水って必要かな。あ、頭にバケツかぶった変態来んな。あの、あれだよ、多分水流しても俺のはプレ4だからサーバー落ちしないけど、ま、プレ4じゃない機種だと多分水あんまり流しすぎると、ほら、プレステ3パンクする可能性があるよ。Gボスの違いじゃなくて、さあ、もうマジレミガミくんの声がイケボでちょっと羨ましいわ。ちょっと声帯切らせて。ちょっと声帯カッティングさせて。嫌です。あ、嫌か、残念。ロゼさん、旗折りってたのこじり台持ってる？のこじり持ってないよ。持ってないか。芝刈り機は持ってるよ。色気ならあるよ。芝刈り機。リアルに芝刈り機あるよ。色気あるよ。ちょっと歯が錆びてるけど、いる？歯が錆びてる。
ちょっと猫をカッティングしたらちょっと錆びちゃった目が。ないぞ本当に。なんか上でバイオハザードしてるやつがいるぞ。バイオハザードっていうかダイイングライトしてるやつがいるぞ。そうダイイングライトのね DLC パッケージが販売されたんでね、近いうちにちょっと買ってこようかなっていう。そしたらまたダイイングライトの実況ね、新マップはマジで俺 PC 版もやったことないからなんだこいつ実況しようかななんて思ってまーす。トパー。アタオリティがないぞ。アタオリティはどこだ。ブン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 。はい、というわけでね、大体20分前後の動画になりましたので、今回のバト終了させていただきます。ケーキ。ほいー。今回の撮影は、もう20分経ってるよ、大体。今回撮影しましたのは私ネクストレベルグループリーダーロシェルと私のフレンドセップ君とレミガミ君に参加していただきました。ご協力ありがとうございます。ニワちゃんがいるんだけどなぜか喋らない。さあというわけで次の動画でまたお会いしましょう。次回もこのパーティーメンバーでやっていきます。次にこちらあの別に招待パーティーとかじゃなくて普通に入ろうと思えば入れるパーティーなんでね、一緒にやりたいという方はぜひこちらの方私の ID ロシェル333の方に、メッセージをください。CD フレ募集中だよ、はい、俺はフレンズの募集してないよ。まあまあまあ、まあ、来れば一緒にやるけどね。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time. じゃあな。バイ。